硫酸カリウムは化学式 K2SO4 の無機化合物である。硫酸カリ、硫化とも呼ばれる。不燃性の白色結晶塩で水には溶けるがアルコールには溶けない。天然にはアルカナイトとして存在するが、これは存在度の低い鉱物である。工業的には塩化カリウムを硫酸と熱するか、キーゼルと硫酸マグネシウム鉱石と塩化カリウムの副分解によって作る。 カリウムと硫黄を提供することから化学肥料として広く使われている。14世紀初期の時点で硫酸カリウムは発見済みであった。当時、グラウバー、ボイルやタケニアスが検討している。17世紀、酸性塩とアルカリ塩の混合物としてアーカナー、あるいはサルデュプラケイテムと名付けられていた。医薬品としてグラゼルが調合、処方して以降は、 ビトリアリックタルタルグレーザー、エスソルトやサルパリクレストムグラスリーとしても知られていた。明版の原料とされ、また、カリ肥料として重要である。吸湿性は低く保存や、配合時に取り扱いやすいという利点がある。配合肥料のカリウム源として良い。土壌酸性化の度合いは塩化カリウムより低い。淡開白色炭鉱白色の結晶で、肥料として日本で使用されている。 硫酸カリウムは水溶液性カリ K2O48 から50%を含有するものがほとんどである。一方、塩化カリウムはカリウム保証成分60%のものが主流である。化学肥料のカリウム源としては硫酸カリウムと塩化カリウムがほとんどである。他にもサルポマグ、水酸化カリウム、硝酸カリウム、炭酸カリウムなどが使用されるが、価格的に高いため、 普通の化学肥料では使用量が少ない。硫酸カリウムは塩化カリウムよりも高価である。しかし、畑作物に使用した場合、肥料としての効果が塩化カリウムと比べると優れており、農家での使用が多い。カリウム源としては、硫酸カリウムと塩化カリウムに差はないが、副塩として含まれる硫酸イオンと塩化物イオンは、作物に対しての効果が異なる。 硫酸イオンは、それ自体が、肥料成分として作物に吸収利用される。塩化物イオンは、肥料成分としての効果は期待できない。特に葉タバコ用の肥料としては塩化物イオンは嫌われるので、タバコ用の肥料は、硫酸カリウムが用いられる。硫酸カリウムを原料に使用した肥料は、塩化カリウム肥料より効果であるため、硫酸カリウム使用ということ自体が、 商品のセールスポイントになる。肥料名が火星 S となっていた場合、肥料名の S は硫酸カリウム仕様であることを示す。ありがとうございます。